ウィリアム・パトリック・コーガン・ジュニア、通称ビリー・コーガンは、アメリカのミュージシャン、詩人である、オルタナティブ・ロック・バンド、スマッシング・パンプキンズ、およびズワンの中心人物として知られる、ローリング・ストーン氏の2007年11月号の企画、ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も過小評価されている25人のギタリストにおいて、第22位、1990年代後期からスキンヘッドにしている、 身長192センチメートル。1967年3月17日、イリノイ州シカゴに隣接した町、エルク、グローブビレッジで生まれる。父は、ブルースミュージシャンのビル・コーガン。ビリーの弟が生まれた後の1970年に、両親が離婚。兄弟は父に引き取られ、再婚相手と共に暮らすことになる。ママ・母との関係は、良好とはほど遠かったが、ビリーは、 ジップとママ母の間に生まれた弟を可愛がり、よく面倒を見ていたという。今でもビリーはこの弟と親密な関係を保っており、2008年には一緒にスマッシングパンプキンズのステージに上がったこともある。その後、ジップとママ母が離婚すると、ビリーは他の兄弟と共にママ母と住むことを選んだ。後年、本人はこのような 複雑な家庭環境が表現の源となったと語っている。ビリーは高校に入学するまで野球に打ち込んでおり、熱心なシカゴカブスのファンでもあった。しかし、ある日友人の家でフライング V を目にしたことをきっかけにギターを始めることを決意する。ビリーは自分の貯金を父親に託してギターを買ってきてもらい、レスポールのコピーモデルを手に入れた。この日以来、 彼は独学でギターを弾くようになる。当時の彼は、ヘビメタルの始祖であるブラックサバスや、メインストリームのロックを奏でていたクイーン、ボストン、チープトリックなどがお気に入りだった。しかし、バウハウスとザキュアーに出会ったことがきっかけで、オルタナティブロックに興味を持つようになる。高校を優等で卒業したビリーには、ミシガン大学をはじめ複数の大学から奨学金の申し出があったが、 音楽の道に進むためこれを断った。1985年、ビリーはフロリダ州セントピーターズバーグに移住し、ザ・マークトというバンドで活動するようになる。しかし、思うような成功を収めることができず、夢破れてシカゴに帰ってくることになった。詳細はスマッシング・パンプキンズを参照1995年レコード店で働いた。ビリーは、ある日、ジェームス・イハと知り合う。 二人は一緒に曲作りをするようになり、いつしかバンドを結成することを考えるようになった。ライブハウスでの偶然の出会いから、ダーシー・レッキーがベーシストに迎えられ、共通の友人の紹介で、ドラマーのジミー・チェンバレンが加入し、スマッシング・パンプキンズが誕生した。そして、1988年10月5日、シカゴのメトロというライブハウスで4人はバンドとして、 初めてのステージに立った。詳細は、ズワンを参照スマッシングパンプキンズの解散後、ビリーは、新バンド、ズワンを立ち上げる。比較的小さな会場を回る精力的なツアーを、こなし、アルバムも発表したが、メンバー間の不安により解散した。2001年の夏には、ニューオーダーのゲットレディツアーにサポートギタリストとして参加、同年のフジロックフェスティバルのステージにも立った。 2004年、ビリーは、ブリンキング・ウィズ・フィスツと題した、彼にとって最初の詩集を出版する。この作品では、当時のガールフレンドであったイエレナ・ヤムチュックが表紙を、はじめとするアートワークを担当した。2005年には、初のソロ作品、フューチャー・エンブレイスを発表した。その後、同アルバムをサポートするため小規模のツアーを行ったが、アルバムの売り上げは伸びず、 最終的に6万9000枚しか売れなかった。詳細はスマッシングパンプキンズを参照2005年にシカゴの新聞上でスマッシングパンプキンズの再結成を宣言する広告を出した後2006年から新メンバーと共に本格的に活動を再開する。2009年にはドラマーのジミー・チェンバレンが脱退しビリーが唯一のオリジナルメンバーとなってしまったが 2011年現在も、バンドは活動中である、ウィルソン、ベス、HE、S ・マイ・ブラザー、デイリー・ヘラルド、ビリー・コーガン、少年時代を語る、スマッシング・パンプキンズのビリー、奨学金を蹴り音楽を選んだ、マークス2013年5月2日、ズワン、アルバム1枚で早くも解散、ビリー・コーガンが、ツアーギタリストにもとスマパンのビー・コーガン、初ソロアルバムツアー、 スマッシングパンプキンズレウニテ相当部ピッチフォークメディア2009年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年5月14日閲覧ありがとうございます